ルーアマ配信をご覧の皆さん、こんにちは。大変多くの皆様にお集まりいただいてます。誠にありがとうございます。さあ、ここからのお時間は大逆転裁判の最新情報をお届けする大逆転裁判なるほど龍之介の冒険スペシャルステージをお送りさせていただきます。一体皆さん、どんな情報が聞けるのか期待して待っていてください。申し遅れましたが、ここからのステージは私、じゅんじゅんこと渡辺純子がお送りしてまいります。どうぞ皆様、最後までよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速この方々にご登場いただきましょう。大逆転裁判小島慎太郎プロデューサー、匠周ディレクターです。拍手でお迎えください。行きましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。すごい。はい、どうも。久しぶりです。一般公開日の初日ということで、もう溢れんばかりの皆様にお集まりいただいてますね。はい、こんにちは。はい。あらあらあら、元気なご返事いただけまして嬉しいですね。はい。ということで、改めまして小島慎太郎プロデューサー、匠周ディレクターです。はい、プロデューサーの小島慎太郎です。今日はよろしくお願いします。はい、大逆転裁判チームディレクターと、脚本書いてます匠です。お久しぶりです。よろしくお願いします。こう皆さんのね、待ちに待った期待感が拍手に表れていますね。もうね、立ち位置がね、いろいろとね、まだね、皆さんに見やすい位置でね、ご覧いただきたいということで、いやー、こんだけ来ていただいて嬉しいですね。そうですね。緊張しますね。昨日までこんなにあれだとね。そうですね。まあ仕方ないんでね。仕方ない。緊張は仕方ないです。あ、そうですね。緊張ですね。はい。サラリーマンですからね。はい。じゃあこれから大逆転裁判の情報をね、余すことなくご紹介していただきたいと思いますが、まずは何からご紹介いただけますか？そうですね。大逆転裁判というものがまだ知らないという方もたくさんおられると思いますので、まずはこの動画を見ていただきます。どうぞ。僕は弁護士になる。必ず。法的根拠ならお任せください。推理は論理の芸術。当たるか外れるか、そんなの関係ないさ。東洋でも読まれてるんだ、私の物語。さあ、推理を始めようか、ミスターなるほど。まずここだ。左手に小さくメモが書かれている。日本語のようだ。なんて書いてある？ミスターなるほど。チョコレート、クッキー、ビスケット、エッグプディング。日本から来た甘党だ。次にここ、どうやら分厚い書物を隠し持っているようだ。この膨らみ方は間違いなく大英帝国の法典だ。そんなことがわかるんですか。無類の法律好きだ。見たまえ、視線が左に流れた。論理的思考が得意な証拠だ。お腹が空きました。おやつのことを考えてますね。つまりこの少女の正体はヤマトナデシコなホーム女子だ。さっきそう紹介されてましたけどね。はいはい。いや皆様に映像をご覧いただきました。そうですね、はい、なんかこう古き良き時代のレトロな風景が出てきたりとか、こう舞台がね日本とイギリスで渡っているところだったり、はい、あとは最後の方にこう法廷のような映像もね入ってきてましたよね。これね今回皆さん見たのが初公開となる、はい、おまけの映像でございましてですね、今までは最後あれなかったんですけれども、はいね、最後すごい音してましたね。ドーン来てましたね。あんまり詳しくは言えませんけど、あれですよね。察してください。察してください。察していただければありがたいです。はい。まだまだね気になることがたくさんあるんですけども、法廷でどんなバトルが繰り広げられるのか本当に気になりますが、まずはまだ大逆転裁判についてどんなタイトルなのかご存じない方もいらっしゃると思います。はい、ぜひこちらも教えてほしいと思います。はい、わかりました。ではまずはこちらご覧ください。はい、世界観とありますが、今回の大逆転裁判は、はい、逆転裁判シリーズとは時代が違いますよね、たけるさん。はい、そうですね。本編逆転裁判というゲームがあるんですけど、皆さんご存知ですかね。逆転裁判ね、ありがたいです。今回新しい逆転裁判ともう一個、新しいシリーズを立ち上げるときに思い切って100年前19世紀末ということでですね、はい、日本でいうと明治時代ですね、文明開化で、はい、一方の、ねはい、イギリスがね、はい、産業革命と、はい、そういう何の話だかねそれでも2つの舞台で、なるほど君、ご存知かな、なるほど龍一のご先祖である龍之介が大活躍をする物語になっております。はい、はい、そうですね、はい、なるほど。そしてね、なるほどこう個性的なキャラクターもたくさん出てきてますよね、はい、今回も。そうですね、はい、ではそのキャラクターの方も一通り見たいと思います。まずはこちら、はい、ちょっともう先走っちゃいましたけどね。なるほど、龍之介。はい、ご覧の通り学生服を着てるんですけども、今回物語が始まった状態ではまだ、大学生ということで弁護士じゃないところから始まるんですけども、ある事件をきっかけで、はい、弁護士になることを志し、うん、イギリス、はいはい、ロンドンへ法律の留学生として、うん旅立っていくという物語になっています。はい、はい、じゃあその龍之介とね一緒に行く子ですが、次の子こちら、はい、御言葉すさと、御言葉すさと、御言葉すさとさんはい、チーム内でねちょっとすさとさんって言いにくいんじゃないのとか言われたりもしながら、言えてないですね、いきなりですね、すさとちゃんゆっくり行きましょう。すさとさんです。はい、大丈夫です。はい、彼女は法務助手という、立場で、龍之介のサポートをして、イギリスへ渡っていくっていうこと。なかなかね。法務助手としてね、はい、いろいろサポートしてくれる、結構凛としてるようですけども、はい、やっぱ逆転裁判の、ヒロインね、はい、期待されるああいう凶悪な感じというか、凶悪、そういうのもちょっと元気な感じかな、引き継いでるということでご期待ください。正統派なヒロインなんですね。はい、逆転的な正統派な。はい。はい、では続きましてこの方、ドドン。出ました。はい、シャーロックホームズ。シャーロックホームズです。サマーです。本当にはい、僕のがね、そのミステリーが好きになって、ここに立つこと原点となった指さしてますけど、この方がですね。シャーロック・ホームズ様なんですけども、はい、まあそう言いつつちょっと逆転の世界にご招待させていただきました。もう、はい、ご紹介の必要もない名探偵でございます。はい。もう大天才というか、もう直感が鋭い探偵さんですよね。はい、どう受け取っていただけるかちょっと心配だったんですけど、はい、まあそこら辺もねちょっといろいろ説明させていただければと思うんですが、はい、そしてこの子も紹介しましょう。ドン。はい。可愛らしい、はい、アイリス・ワトソン。はい、アイリス・ワトソンちゃんですね。うん、世の中にあるシャーロック・ホームズの小説、まあワトソン博士が書いたっていう小説は実はこの子が書いてたんだよっていう設定です。逆転設定です。の設定ですので、あえて言わなくても大丈夫です。あ、そうですか。はい、もしかしたら信じちゃってねっていう方もいるかもしれない。なるほど、そうですね。アイリス・ワトソンさんです。はい。という感じでキャラクターの方は紹介しておりますが、はい、魅力的なね、はい、キャラクターが盛りだくさんですよね。うん、かわいい。まあ、このキャラクターたちがどんな風にゲームを進んでいくのか気になります。うん、まあ、法廷パートと探偵パートというのがねこう特有のものだと思うんですけども、その辺はどういう風に関わってくるんでしょうか。はいはいはい、大逆転裁判というんで当たり前ながら裁判パートはあるのですが、はい、今回やっぱりね、初めてホームズ、シャーロック・ホームズさんが登場したので、シャーロック・ホームズさんと龍之介が初めてする共同推理、はい、探偵パイロットの方を紹介したいと思います。共同推理、はい、では匠さん、はい、シャーロック・ホームズ逆転、この大逆転裁判の世界のシャーロック・ホームズ、もちろん、推理の天才なんですけども、うん、もう着眼点が鋭くて、ちょっとあまりにも鋭すぎて、その真相のね、向こう側まで、はるか彼方までちょっと、ね、はい、ま、真相の向こう側、つまりまあ簡単に言うと、ちょっと間違ったことをね、もうたまにはまああるんですけども、それを、はい、そのツッコミ体質である、うん、ピンチ体質であり、はい、ツッコミ体質のなるほど君のご先祖が、はい、突っ込んで待ったと、はい、その真相、うん、ね、皆さんに理解できる。まあ簡単に言うと真相を導き出すと、協力しながらね、行くっていうゲームシステムです。はい。お二人の化学反応が見どころということですよね。そうですね。はい。まあ実際ね、お話聞いていて皆さん想像力が豊かだと思うので、想像しながら聞いていただいているとは思うんですけども、ここはね、実機プレイでその辺も詳しく見させていただければなと思うんですが、はい、じゃあやっちゃいましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大設営タイムが今、はい、何でも台をつけてしまおうというね今回皆さんに大逆転裁判を大画面でお楽しみいただけますからねここも見どころの一つですよね。見どころです。今回は見せていただけるシーンといったのは、はい、どういったところを皆さんにね、ご紹介していただけるんですか？そうですね、先ほどもちょっと紹介しました共同推理、はい、本来であれば物語の、ね、前後とかもお見せしたいんですが、まあ、時間の都合上もありますので、ちょっとかいつまんで説明したいと思います。はい、はい、では匠さん、それでは匠さん、こちらにお願いします。これよいしょとか言うとね、聞こえちゃうからねマイクがありますからね。そうなんです。さあ、じゃあ、はい、大丈夫ですかね。はい、準備が整ったようなので、はい、お願いいたします。じゃあ始めていきます。黒い線、はい、そうですね、はい、まあこの蒸気船で初めて龍之介と、ホームズが出会ったと。でとある事件で、まあ、この容疑者というか怪しい人物を今から2人でちょっと解決しようとしているところですね。怪しいロシア人だと。怪しいって言ってますね。うん。むちゃくちゃ言ってますね。今日ロシア人の方とかいませんよね。大丈夫ですか？ないですね。大丈夫ですか？あくまでホームズが言ってることなんで、申し訳ございません。いいのかな。天才すぎるがゆえのね、言葉とかにもね、ぜひ注目してください。そうですね。まずホームズはその対象物というかね、ロシア人さんを見て、もう一瞬で見抜くんですね。はいはい。正体は革命家だと。お、危険極まりない。早いですね。早いですね。ゲーム的にはこれ本当、ま、中間を切り取ってきたんでね、はい、ここまでストーリーがあるんですけども。そうですね。はい。まあ今回はこのゲームのね、演出の部分だったりとか、初めてゲーム画面をお見せするので、はい、まあそういうところも楽しんでいただければと思いますが。はい。お、詳しい推理を。名推理。はい、もう自分で言っちゃいます。自分で言っちゃいますね。自らも名推理って断言してますもんね。自信満々ですからね、ホームズは。まあホームズさん最初に決めつけて結論を言って、その推理の過程を教えてくれるわけです。これが逆転裁判の前作まででいうところの法廷パートの証言にあたる部分ですね。まずそのホームズさんの推理を聞くっていうところになります。はい。はい。ハサミだ。うん。隠しましたね。そうですね。びっくりしますね。うん、やっぱりこの人間ね、不意をつかれると、はい、素のね反応が出ちゃうっていう。はいはい。ホームズさんさすがですね。そういうところは見逃さないですね。見逃さないですね。あれ、次はクエスチョン。うん、ちょっとなんか、うん、ピンときてない感じがしましたね。そうですね。あ、なんかこのスポットライトの演出っていうのもまた、そうですね。なんかこうすごいですね。はい、フューチャーされてる感が出てますよね。今回シリーズでは初めての試みで、はい、背景もフル 3D で作ってるんですよね、はい、部分的に。なので結構カメラが自由に動いたりとか、こういうスピーディーなカメラワークでホームズの頭脳の鋭さみたいなのを、表現しようとさあ、新聞を読んでますね。はい。革命家なんじゃないのかと。うん、はい。ひげが確かに特徴的ですね。もうひげしか見えてないでしょうね。はい。さあ、ああ、なるほど。自分が革命家とバレないように。はい。デミトリ・デミグラス。ドヤ顔してますね。はい。よく知らないです。ホームさん。ホームさん。本当はこんな感じだったかもしれませんよね。ホームさんね。きっといいやつだったんだと思います。いいやつですね。はい。さあ、あれ須里さんが。一回ここでホームさんのね、推理を聞いて、二人が感想というかちょっと反応するんですけども。この須里さんはシャーロック・ホームズ当時から絵画か踊り合わせをして読んでるっていう小説をね、っていう大ファンなんですけども、なんかいつもの小説とちょっと違うかな。そうですね。なんか困った顔してますね。はい。そしてロシア人がねちょっと叱られた小学生みたいになってますけど、ちょっと来てよと。ホームさん来ておいでって呼んでますね。意外と素直に来てくれちゃうもんなんですね。もう本当いいやつですからね。いいやつですからね。はい。いいですかと。なるほど君、早速もうホームズに対してもダメ出ししますから。しますね、ホームズ様に。恐れ多いですね。恐れ多いですね。突っ込んでますね。似てないじゃないか。ひげ一緒なんですけどね。ひげは確かに生えてますけどね。はい。むちゃくちゃ言ってますね。負けてないです。負けてない。すごいこと言いました。自分の顔も革命できるんじゃないかと。恐ろしい。まあ可能性はゼロではないですからね。めちゃくちゃだなと。なるほど、龍之介困ってますね。はい。ほんの少し。ほんの少し。優しいですね、須里さんは。優しいですね。はい。なるほど。そっと、そっと入れ替えですね。はい。赤い文字で書かれたキーワードの部分が推理の鍵になりますので、はい、そこに着眼していこうっていうことですね。ゲームのおっと笑ってますね。めっちゃ笑ってますね。はい、これいいですね。こいつ。はい、こいつって言わないでください。この方、神様。この方は神様ですね。ホームズ様。さあ、はい、始めるとしましょうか。はい。正真正銘。今度こそって言ってますね。はい。なんか自覚があったんですかね。そうですね。はい。ということで、はい、ここからその、まあ、逆転裁判でいうところの尋問みたいな感じで、ここから、僕今までもうメッセージを送ってるばっかりだったんですけど、ここからゲームパートになります。はい、で先ほどのホームズの推理をまた最初から聞きながら、今度はゲームをやっていきます。はい、はい、そうですね。注目するべきは、はい、ハサミとハサミですと。ここはびっくりマークだから素直に言ってますね。はい、このね、ハテナマークがポイントで、そして皆さん画面右下を見てください。はい、あちらです。はい、これ画面の下の方なんですけど、2人がなんか話してますね、下の画面で。はい。これがホームさんの推理を聞きながら、それを下画面から2人がそれをね、お茶の間でテレビを見てるような感覚でツッコミを入れていくということになってますけども。ロシア人さんがハテナマークが出たということはちょっとピンときてないということなので、そこが何かズレがあるんじゃないかというのが分かるわけですね。なるほど、そこを探っていくんですね。探っていくわけです。さあ、ここからゲームになりますけども、この注目してください。右下、このようにですね、対象物をですねぐりぐりと自由自在に観察してですね、このようによいしょ、立派なヒゲとか調べてみましょうか。はい、調べると。そうすると観察するわけですね。はい。こういった情報をもとに、一体このロシア人さんはハサミを使って何を切るんだのかなというのを推理していくわけですけどね。はい。他にもさっきこれことかな。いろいろと。街頭だと。街頭。こう言葉遣いというのもなかなかこうレトロな言葉が出てきていいですよね。はい。自分で書いてるんですね、なかなかね。まあそうですよね。はい。じゃあこれじゃないと、はい、他にも怪しいところがあるかと見てみましょう。あ、なんかお、うん、綺麗な、怪しいですね。こんなところにおぐし、そうですね。こんなところに長い金髪が、金色の髪が、はい、おぐしが、怪しいです。はい、これはちょっと。明らかに不自然だと。はい。じゃあ今回は明らかですけども、これを突きつけてみます。はい。はい、いきます。あれ？失敗した。おっと、そんなこともありますね。そんなことありますね。もうボタンでいこう。X ボタン。くらえ。お。パリーンときましたね。はい。これで、なるほど、出てきましたね。踊り込んできましたね。うん。はい。それこそが言いたかったことなのです。ホームさんとことん。はい、でもダメ。ああ、これ以上やるとネタバレになっちゃうんで。これで終わりですか？もっと皆さん見たいですよね。いや、残念ながら台本通りここで止めさせていただきます。はい。どうぞ前にお願いします。という感じで初めてね、実際にゲームが動いてる画面っていうのもね、ムービーじゃなくてお見せできたんですけれども、はい、共同推理、まあ、今回はロシア人をねこういろいろと調べてましたが、他にもまあ協力して突きつける要素とかありますので、はい、ちょっとこれ動画見ていただきましょう。お願いします。こんな風に対象物を見回したり証拠を突きつけたり、何種類かの方法で、推理を完成させていくっていう感じですね。あ、本当の名は呼ぶことができそうだ。いや、秘密ですね。やっぱりここ秘密なんですね。秘密、そうですね。なぜならネタバレだからです。なんと。なぜならば。そうですね。皆さんも見たくないでしょ、そこはね。そりゃそうですよ。うんってうなずかれてました。よかった、隠して。はい。じゃあここは皆さんご自身の目でご確認いただきたいと思います。匠さん、プレイありがとうございました。ちなみに今共同推理はですね見させていただいたんですけども、やっぱり法廷パート、これは今回どんな感じに仕上がってるんですか？まあもちろんね、大逆転裁判というふうな名前ついてますから裁判パート当然ありますと。ね、匠さん、そうですね、日本とイギリスの2つの法廷があるんですけども、イギリスに渡ったらやっぱイギリスなりのね法廷があるという、さっきねちらっとね PV の最後に出たあれかな、ヒントがわかるかな、ちょっとねありましたね。はい。でPV の方ねちらっと最後にいろんな画面が出てくるところで。ちらっと日本の法廷っぽいところも出てね。あ、出てね。なんか皆さんおなじみっぽいおじさんが出てましたよね。はい、その辺も。そこら辺ももう一回見ていただければと思いますね。はい。はい。ということで実機プレイはここまでとなりました。さあここからはですね、なんと出張逆転通信コーナーということで、なんだろうね。はい、ありがとうございます。誘導しちゃいました。はい。でこの逆転通信というのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、逆転シリーズの公式ファンクラブのことで、最新情報はもちろん今日の運勢を占うことができる逆転おみくじやキャラクター図鑑、ミステリークイズなど逆転裁判ファン必見の公式ファンクラブなんですよね。皆さんご登録されてますか？入ってるって方、入ってるって方、手を挙げてみてください。お、そうですね。やはり多いですね。多い。あ、手を挙げてない人登録お願いします。ポチッとお願いします。で、なんと今東京ゲームショウの出展を記念して。大逆転裁判がこの逆転通信をジャックしてるんです、ご存知でしたか？ぜひですねこの機会にご登録いただいて、会員ページご覧になってみてください。はい、今回カプコンの東京ゲームショウ特設サイトと逆転裁判の公式ツイッターでこの大逆転裁判について皆さんから質問を募集させていただきましたが、はい、もうすごい数の質問がですね寄せられてたんですよ。来てましたね。来てましたよね。ありがたいですね。はい。で今回はその中でも最もいい質問をしてくれた方にはグッドクエスチョン賞として豪華グッズをプレゼントするというキャンペーンを行っています。はい。そして今日はですねせっかくお二人にご登場いただいているので。まあ、お時間の関係で全部はお答えはできないんですけども、うんうん、その中から寄せられた質問にぜひお答えいただきたいなと思っています。はい、はい、やりましょう、やりましょう、やりましょう。そして今ご紹介してましたグッドクエスチョン賞、こちらの発表は21日のカッポン TV 東京ゲームショー特番で発表させていただきますので、こちらも皆さんお楽しみにお待ちください。はい、さあ、あちらにですねボックスが出てきました。この中に寄せられた質問入ってますので、はい、お答えいただきたいと思うんですけども、はい、まずは小島さんから、はいはい、お答えいただきましょうか。はい、じゃあこの大抽選ボックスから、はい、大抽選ボックスから大逆転裁判に関する質問です。じゃあこちらお願いします、はい、さあそれでは最初の質問です。質問者、これ逆転の音じゃないよね。ぽい感じの、ね、音ですね。クイズの、はい、雰囲気を味わってください。お願いします。まず1人目はゆうきさんという方からのご質問です。はい、ありがとうございます。逆転シリーズの定番となりつつあるあちこちタッチして証拠品を探すといったような移動したりタッチしたりするシステムはあるのでしょうか、うん、また大逆転裁判にしかない新たなシステムはあるのでしょうかということなんですけども、小島さんいかがですか。いや、もうそれはもうディレクターの口から答えてもらうのが何でしたっけ。タッチするのがあるかと、そうですね、あちこちタッチするのが新しいシステムが、わざわざ答えるまでもないような、まあもちろんあります、あります、調べるし、先ほどね見ていただいたとか今やってた共同推理とか、はい、法廷の方でも新しい遊びを用意しております。そうですね、共同推理でもね、先ほどこうロシア人の方をぐりぐりしてたように、ロシア人あまりフィーチャーしない方向で、でもカメラをぐりぐりするとか、ああいうところっていうのもね、新しいシステムですからね。そうですね、やはりホームズさんが探偵パートに来てくれたことで、かなりなスピーディーな推理が出たりとかですね、そうですよね、あります。では定番になりつつあるものもあるし、新たなものもあるということで、はい、それはもちろん用意しておりますよ。さあ、じゃあ続いてはたくみさんに質問を引いていただきたいと思います。はい、はい、さあ次はどんな質問が来るのでしょうか。続いての質問です。質問者グラさんからの質問です。個性的なキャラクターはどうやって編み出しているのでしょうかということなんですけれども、はい、これは僕なのかな。もちろんでございます、はい、個性的、本当そう言っていただいてありがたいんですけども、はい、やっぱりキャラクターは自分の中のに住んでるところですよね。なんか自分の要素を切り売りしてる感じなんですけども、今回イギリス行くんで、はい、はいイギリスの人なんですよね。そうですね。結構多いですね。僕はイギリスの要素がね、そんなにないんでどうなるのか。イギリス人みたいな感じですけども、はい。自分で選んだ以上、また個性的なイギリス的な何かをですね、抽出してキャラクターを作っていますので、お楽しみに。よろしくお願いいたしますという感じです。個性的なキャラクターがこれからもどんどん出てくると思いますのでご期待ください。それでは続いてが最後の質問ということで、じゃあ小島さんお願いします。じゃあこれ。はい。さあ最後の質問はこちらです。質問者。サムエルエルルンさん、他多数の方からご質問いただいています。はい、ありがとうございます。はい、今回声優さんの起用はということなんですけれども、声優さん、まあどういった方がね、PV 聞いていただければね、一応ね、はいとか言ってますからね、はいとか使ってはいますわね。はい、使わせていただいていますね。はい。あれ僕じゃちょっと無理ですからね。あれもたくみさん今回やられてないんですか。須里さんがちょっともうハードルが高くて、そうですね。須里さんって言えないから。収録の時もねなかなか須里さんってなんか皆さん練習されてたりとかしてたような。あります。一応使っておりますが、まあまだ今の段階ではどちらを使ってるかというのはまだ言わないところではあるんですけれども、まあそこら辺もちょっと楽しみにしていただければと思います。楽しみの一つということで皆さんこちらもご期待ください。はい。まだまだ寄せられた質問は多数ありますが、ここでお時間となってしまいましたので、出張学天通信コーナーは終了とさせていただきます。はい、ご質問をいただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なおですね、最初にご紹介したんですけども、グッドクエスチョン賞に関しましては21日のカプコン TV 東京ゲームショー特番で発表いたしますのでお楽しみに。はい、いろいろお伺いしてまいりました。はい、ここでゲームショーで購入できるグッズもあるということなので、ぜひご紹介いただきたいと思います。はい、さあ出てきました。そうですね、大宣伝コーナーですね。それでは、Eカプコン出張所の方でですね販売しております、大逆転裁判初のグッズですね。はい、見ての通りクリアファイルですね。はい、だいぶ色味とかもいい感じに出していただいた、クリアファイルとなっております。はい、はい、続きましてのはいね、片一方縦になってますけどまあいいか。はい、シールでございます。はい、シールでございます。こちらステッカーですね。いい感じに仕上がってますね。いい感じに仕上がってます。さあ、そして最後ですね。さあ、皆さんお待たせしました。みんな大好きラムネくず餅です。お、いい感じに仕上がってますね。あまりピンときてない感じでしたね。今ね。いや、そんなことないです。大丈夫ですか。文明開化の象徴ですからね。ラムネでくず餅ですから。はい、あれ昨日もね結構ね売り切れちゃったりしちゃって。そうなんですよ。はい、人気商品で僕らもね食べて。はい、とてもハッピーで幸せで嬉しくて、サイダーでラムネか。ラムネです。サイダーではないです。まあそういう風な商品もありますので。もらうとねラムネ感もすごい伝わってきますよね。そうですね。はい。それでその他にもですね、はいこちらも出てます。はい、逆転裁判シリーズのグッズも多数ありますので、7ホールですね向こうの方になりますが、Eカプコン出張所で、まとめ買いをしていただけるとありがたいと思っております。はい、ぜひステージ終了後皆さん7ホールにある Eカプコン出張所まとめ買いをしていただきたいと思いますので足を運んでください。はい、お願いします。まだまだ情報があります。続いては逆転裁判シリーズのイベント紹介です。はい、前回も大好評でした体感型推理ゲーム逆転裁判逆転への挑戦 in ジョイポリスということでこちら第2弾の公演が決定しました。パチ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。期間はですね10月の4日から11月の9日までの土日祝日のみの開催となっております。お台場の東京ジョイポリスで実施してますのでこちらお得な前売り券も現在 E プラスにて好評発売中です。皆さんぜひチェックしてみてください。詳しい内容に関しましては公式サイトこちらも合わせてチェックしてください。さあということで、情報盛りだくさんのステージだったんですけれども、もう一つご紹介はあるんですね。ステージに向かって右手側に今回ブースもご用意していまして、こちらのブースでしか見られない映像というのもご用意があるんですけれども、申し訳ありませんが、こちら大好評につきシアターの方がですね整理券配布終了となってまいりました。申し訳ないです。申し訳ございません。ただ今日見れなかったお客様明日も開催ございますのでよろしければぜひ足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それではまだまだお話聞いていきたいところではあるんですけれども、最後にお二人から皆さんにね一言メッセージをお願いしたいと思います。まず匠さんからお願いします。はい、僕自身も、久しぶりの逆転裁判シリーズの、脚本とディレクションをやってますので今チームにもですね、火がついて新しい世界観でどんどんその新しい感覚が生まれてきてですねとても面白くなってますので、このまま来年まで走り切る所存で、頑張りますので、発売された時にはぜひ手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。それでは小島さんよろしくお願いします。はい、今ね、匠ディレクターからも言いましたけれども、本当開発今一生懸命作ってどんどんいい感じになってきております。逆転裁判シリーズの新たなプロジェクトというところで大逆転裁判非常に面白いものに仕上がってきておりますので、今後いろいろ情報を出していきますので、それも楽しみに待っていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。大変名残惜しいところではあるんですが、申し訳ございませんがこう配信をご覧いただいている皆さんはここまでということ。いやいいですね。大逆転裁判もう大人気ですからこれもねイベントもあるし、コーナーの整理券配布が終了したと本日のシアターのですか？シアターの。すごい。大人気です。すごい。ちょっと勢いあるがなカプコン。すごい。すごいですよ。まあ全然それでもね、ブースはもう楽しめますんで。そうですね。今ねステージもお客さんパンパンで通路はみ出して大変っていう状況で、半歩でも前に詰めてくださいとっていう感じですね。パンパン、パンパンです。カープコンいけてるかなこれ。カープがつながってるでもなんかわからんけどつながっとるでこれ。今匠ディレクターと小島プロデューサー駆けつけてきてくれてますのでもうちょっとお待ちください。やっぱ小島プロデューサーもちょっと喋りすぎる感はあるよね。そうですね。やっぱり昔からそうですけどね。やっぱね、バン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 言うてまう感じは若干匂いますねこれ。あ、楽しみです。はい。私もシアター見たので。見ました。はい。よかったです。めっちゃ面白かったですよ。それはもう今日はもういっぱいだと。明日来ればまた。明日来ればまた。すごいなこの時間で。早めに来ていただいて整理券もらうという。いやそうでございますよ。来れる方はぜひ来てください。まあショコラちゃんもシアター見てもらったので、ぐいぐいなんか質問をね。あ、そうそうしてもらってもいいし、いいと思うんで。ポロリがあるかもしれんので。今回時代設定が昔の感じで。19世紀末という形で。はい、なんやっけ、ラムネくず餅、ラムネくず餅売ってますね、物販で。どんな味しまんの？ラムネの味するんですかね？まだ食べてないです。え、ラムネくず餅？食べてない。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 何もコメントできないじゃないですか。いや、なんか大丈夫かな。いや、どんな味なんかなと思って。いや、まあ確かにちょっと気になりますよね。気になりますね。気になった方はぜひね、物販で買っていただきたいと思うんですけど。いや、まあでもツイッターの方でもね、やっぱ。盛り上がってますよね。そうですね。逆転。まあ匠ディレクターがね、はい、やる逆転裁判はかなり久しぶりなので。そうですね。ジョイポリスのイベントもあるっていうので、そこでもこうツイッターで盛り上がったりとかしてましたね。ジョイポリスは第2弾になりまして、前回好評で、今回第2弾で中身また変わってるので、はい。ぜひ楽しんでもらえればと思います。あ、来てますよ。で、まあシャープカプコン、_TV ね。こちらのハッシュタグをつけてつぶやいてください。はい。はい。どんどん平井さんが拾ってくれると思います。はい。うん。静香さんありがとうございます。浩二さんありがとうございます。よすいゆずそうツイッターにもあるんですけど、有名なシャーロック・ホームズが出てきて、すごいイケメンですね。いや、やっぱイケメンいいですね。イケメンっていうのはね、僕はイケジョの方がいいんですけど、イケウーメンの方がいいですけど、まあ今回その主人公のなるほど龍之介という人物とシャーロック・ホームズが共同推理っていう形で新しいシステムを積んでるので、またそこは匠ディレクター来たら詳しく聞きたいと思いますね。はい。来るんですかね。来るんじゃないですか。まだ全然気配がないですけどね。今私ちょっとまったりしてるのは先ほどご飯食べまして。あれちょっと眠たくなってきたみたいな話。いやもうモニターかぶりつきながらこうロシア人のヒゲねみたいな。そこをこうピックアップする小島慎太郎がいて、そこピックアップしすぎって言われ。気まずい顔になる小島慎太郎みたいな。いや、いいですよね。逆転裁判舞台もやられてますよね。舞台もありましたよ。はい。いろいろやってますね。それに匠さんがキャストで出てるとかそういうわけではないですよね。あれ？そんなことはないですよね。前映画実写の映画の時に観客席に匠さん座ってましたけどね。あ、マジですか？はい、傍聴席か。ああ、はいはいはい。映画もやってるんですよね。もうやっぱり裁判はライブだと。観客席ってことは傍聴席じゃなくてライブになっちゃってる。観客席。はあ。観客席。でも歴史長いですね。いや、逆転裁判は特に。うん。最初ゲームアドバンスから始まってますからね。そうなんですよね。おお、いや、いろいろいただいておりますよ。はい。あ、いらっしゃいましたかね。なるほど。やっと。ようやくやっと来たかなこれ。やっと来たんちゃう。じゃあ呼び込みますか。やっと見えましたね。そうですね、呼び込みますか。いただきました。はい、大逆転裁判なるほど龍之介の冒険、小島慎太郎プロデューサーと匠周ディレクターです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞこちらでございます。お願いします。どこ行ってたの？ステージですかね。いいステージ終わって、はい、ほらすぐ来る思ってたら、はい、来へんがな。ちょいじらしで。いや、じらしすぎや。俺、そうですね。伸ばし方もよう分からんようになってきて。ちょっと黙ってしもた。すみません。すみません。わざわざ来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。MC カッコ仮のアメリカザリガニ平井と申します。よろしくお願いします。お願いします。アシスタントの池田ショコラです。お願いします。まあステージでね、こういろいろ情報出ましたけども、若干もう一度おさらいなんてなことができればいいかなと思っておりまして。なるほど。かいつまんでええ感じでお願いします。ええ感じでやりましょうか。言い過ぎたら飽きまへんよ。そうですね。ステージ上以上のことは言わない感じですね。適用されましたね。いやもうほんま頼むで自分。完全にここで打ち合わせしてるじゃないですか。喋りすぎる感もあるからね。そうですね。まあじゃあ大逆転裁判ですけれども、はい、逆転裁判シリーズの新たなプロジェクトというところでまあ始まりました。逆転裁判、大逆転裁判ですね。なんですけれども、今回時代の方も今までの逆転裁判シリーズとは違うというところで、匠さん。はい、そうですね。100年前、19世紀末と。100年前、来ました。100年前、100年前、ちょうどええ感じのね頃ですよ。そうですかね。はい。すみません、僕の個人的なあれなんですけど。僕もそう思います。すみません。ということで、はい、日本で明治時代、でイギリスではシャーロック・ホームズ、名探偵シャーロック・ホームズが活躍していた時代が舞台になります。はい。ということですね。日本は大体どんな感じでしたっけね。日本は明治時代なんですね。ウィキペディアによると。ウィキペディアによると。しかもですね、まだ裁判制度が、今の裁判制度がまだできてないというかですね、できたばっかりの本当に弁護士という身分ができたぐらいの本当に熱い時代というか、いろいろ渦巻いてた時代らしくてですね。じゃあちょっとねいい感じで合わさる感ね。そこでなるほど君、なるほど龍一の先祖である龍之介君が弁護士となって。イギリスに渡り、留学生となって活躍すると、弁護士として成長していく物語になったらいいなと。いやいやいや、ここはもう期待大ですから。ありがとうございます。いや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 。最初の頃龍之介は弁護士ではまだないんですよね。そうですね。はい。キャラクターのイラスト見ていただけるとねわかりますけども、大学生、学生服着てますからね。学ラン着てますね。はい。というところから始まります。なるほど。そしてロンドンに渡ってかの有名なシャーロック・ホームズ先生に名探偵シャーロック・ホームズと共同でね事件を解決していく要素も入りつつ、当然裁判でこの有名な決めポーズをですね、あれがいつか見れるかどうか、あれがどうなるのか。そうですね。現状ではまだはいしか言ってないですからね。そうですね。やっぱりまだ弁護士ではないですから。はいは言ってよかったですね。よかった。さっきね。そうさっきね、はいでしたよ、はいでしたよってずっと言うから、みんながそれ言っていいんだったっけなみたいな感じながら、まあ言ってもいいと。よかったよかった。OK です。そこでこう初々しさが出てるというか、そうですね。そういうのもありますよね。そこからラムネのくず餅でしたっけ。そうですね。そこに飛ぶんです。そこ飛びすぎですよね。ごめんなさいね。後で聞きますね。そうですね。でまあイベントもあったり。ジョイポリスのイベントもあり、そういうのも逆転裁判シリーズでやってますね。はい。今までのまあシステムをゲームの中で入れつつ新しいのもありますよという感じで。そしてシャーロック・ホームズと共同で、先ほどちょっと言いましたけど、なんかホームズがちょっと推理が鋭すぎちゃって、たまにちょっとそれた結論を出したりとかするんですけども、そういうのもあるんですね。ありますね。それがなるほど君のその先祖からも突っ込み体質ですから、あそこは突っ込みで関西のなんかシアター見て思ったんですけど、すごいなんか面白い方でした。シャーロック・ホームズさん、実はあんな方だったんじゃないかなっていう気がするんですよね。そうですね。彼は天才ではあることは天才なんですよね。神様です。ただ鋭すぎて。はい。ね。言っておきたいのはリスペクトの気持ちは誰にも負けないシャーロック・ホームズ様に、シャーロック大好きですから、なので、はい、ホームズさんの方も温かく見ていただけると嬉しいなと。そうですよね、人それぞれのこうシャーロック・ホームズまあ論とか見方ありますけども、そうですね、逆転裁判の世界で楽しんでもらえると嬉しいです。そうですね、いや本当にね、うちのショコラがね言ってたのは、私アホなんですけどできますかねと。ああ、全然大丈夫です。行き詰まっちゃった時とか、なんかヒントとかあったりするのかなと思って。はい。それはもう逆転裁判いつもなんですかね、温かい我々の温かいさりげない心配りがテキストのそこここから溢れてると思いますので、そうですね。大丈夫だと思います。優しい。よかったです。よく読んでもらえればね、見えてくるヒントもあるわけですよね。読めと。ちゃんとヒントがね、いろんなところに隠されているから。はい。いろんなとこチェック。そういう遊びですよ。よかった。ぜひね、発売付近にはねプレイしてもらって。そうですね。ね、池田さんでも大丈夫っていう、そういう。あ、そういうのいいよね。私にもできたみたいな。できなかったらどうするんですか。ちょっとアホな私でもみたいな。大丈夫、全然大丈夫と思います。そうなんですよ。そうですね。失敗そうだったらカンペで答えを全部出すんで。それだけ優しいね。優しい。だからゲームの醍醐味がなくなるでしょ。優しすぎて。そうですね。ダメですか。ここはまあダメ。ここはちゃんとやらせましょう。わかりました。ね。うん。あとはもうなんかあります。なんかキャラクターね、みことば。あすさとちゃん。はい。そうですね。うん。ちなみにこれで時間が決まったわけじゃなくて、なんか話題がなくなったら終わる感じなんですか？いやいや、時間決まってますよ。全然大丈夫。何もしないで時間全然決まってます。突然バツン切られるんで。バツンとあそこまでですと。そうです。なのでとりあえずみことばすさとの話をしましょう。ヒロインの話をさせていただいてよろしいですか？はい。前作までというか僕が作った昔のいたまよいちゃんの立場に今回みことばすさとさんという新しい大和なでしこの凛とした彼女が出てくるんですけども、やっぱまよいちゃんみたいなそのおとぼけというか凶暴な感じというかいうのは残ってますので、逆転のね正統派ヒロインとして龍之介について一緒にイギリスに渡るという、明治時代にねイギリスに行くってことは相当な大冒険ですもんね。そうですよね。それそのものがもう大変な冒険ですね。っていうところでですね、どんどんで2人のその日本人が大法廷でどう戦うかというところを見てほしいなと思います。さあ、そしてホームズの相方、あの子もね、アイリス・ワトソンちゃん、絵が出ないで分かんないですけど、これぐらいの女の子が出てくるんですけども、ホームズさんの相棒というかですね、世の中にシャーロック・ホームズって本がいっぱいあるじゃないですか。あれ実は可愛らしい女の子がおじさんのふりして書いてたっていう。神をも恐れぬ設定のまあなるほど、はい、大逆転裁判ではそういう設定にしてですね、書いております。また別のこう仮説を立てての世界観ですから。仮説って大したものないですけど。いやいやいや、もうそこはほらまた楽しいじゃないですか。ね、ホームズがねすごい小さい頃から大好きだったんで、やっぱ自分なりのホームズ像が今回ありますからね。若干暴走気味に愛を注ぎ込んできました。素敵。そうなるとこう新しいホームズが出来上がったと。そうです。新しいホームズ、新しいワトソン。多分大丈夫だと思います。みんなそこ誰も何ももう言わないです。あ、こんな感じね、こんな感じねみたいな、やっぱエンターテインメントって最高だねみたいな。最高ですよね。最終的にはなりますから。うん、やっぱカプコンは違うよと。一味も二味も違うぜと。あ、元気になりましたそれ。でしょ。もうなんかあったら全部僕が受けるんで大丈夫です。カプコン TV でずっとこう謝っておきます。これだすいませんみたいな。すいません、じゃあこちらへすべて。それはもう全部こちらにいただくんで大丈夫です。自由に作っていただければ。すごいすっきりしました。はい。自由だと、そうでございます。作りましょう。もうバンバン作っていきましょう。もうありがとうございます。ね、ちゃんとプロデューサーとしてバーンとやって、頼むよ。バンと書いてください。はい。雑やな。そこが違うと。違います。流れてきましたね。違いますか。楽しくファーっと。なるほどなるほど。頼むよ。どう？まだ時間ある？まだある？ありますか？今日何してんの？今日みんな何してんの？今日ステージ終わったらもう今日でもブースの前とかでお客さんとか見てたんですけど、もう酸欠になるぐらいに集まっていただいて本当にありがたいですね。ある種申し訳ないぐらいのもうすごいですね。もう整理券がなくなっちゃって今回本当すごいありがたいですけどね、本当にね。めっちゃえらいことになってるって聞きましたよ。っていうのを眺めてたりとか、そうですね。ちょっとねお客さんと語らったりとかね、そういうのもしつつね、そういうのもある。エネルギーがやっぱりいただけたりとか、そうですね。でも座れたりもするんですけどね、席をね座れたりもする、やっぱ人混みとかこうなってるところにファンの方が声かけてくれるとハッとなって、大丈夫かと、ありがてえありがてえといただいて。じゃあ人混みあんまり得意じゃないんですか？いや、いつもだって密室にこもって、そうです、作業ですけど、会社の中でね、今にも殺されそうな感じやけども、缶詰にしてるわけじゃないですからね、密室の中で基本的にはこうねっていうところで突然こうね出てくるわけですから、もういきなり出てきて、もう腰は痛いわ、なんかね、いろいろとね、もう年だわみたいな感じで、3日目になるとちょっとおしゃべりが過ぎてきたな、ちょっといやまだファンの方と触れ合うというのは、じゃあ非常に大きいもんであると。結構やっぱシリーズがね長いから、いつも来てくださる方がいたりとか、声かけてくださったりとか、本当にありがたいんです。そうなんですね。もう10年以上やってますから、逆転シリーズがそうですね、いろいろありましたけど、一緒に見てたりとかね。じゃあもうファンの方はもう声をバンバンかけてくれと、ある程度。そうですね、もう僕ふわふわしてますから、ふわふわしてるので引き戻していただいて、危ないんで、そろそろこうふわーっとね、二度と帰ってこれない状況になったりもするんで、そこを引き戻してもらって、二度とはダメですね。二度とはダメですね。引き戻してもらわないとホームズの世界行っちゃいますからね。その辺ね、ファーっとね、それまた別の話作りましょうよ。そうなった場合はね、そういう新しいモードを作って、幽体離脱モードみたいな。大逆転裁判をね。いや、お二人相当頭いいんだろうなって今思う。なんかこのなんかこれ。こういう謎解きのやつを作ってるから、あ、2人頭いいと思いました。頭いいんだろうなと思って。まあ僕、匠さんはね頭いいと思うんですけど、小島慎太郎頭いいのかな。そこうんセットにしてほしい。いえ、セットになったやん。でも帽子とメガネがセットで、なんか帽子とメガネがセット、見た目だけ。あ、よかった、かけてきて。まあ確かにね、知的な感じはしますけど、あ、帽子って知的に見えるんですかね。帽子って知的に見えるんで、あ、マイク通ってるけどこう聞こえない。帽子って、あ、はい。帽子的にとやっぱメガネ。あ、メガネね。目悪いだけ。目悪いからね。橋本さん頭良さそうで。ゲームやりすぎなんじゃないの。相当まあアホやな。言うてることがどんどんアホみたいな。でもあんまり頭良さそうに見えない。ほら言われて、あ、今カメラ。めっちゃメガネしてますよ。なんちゅうこと言うねんで、誰も分かれへんよこれ。ユーザーの人誰も分かれへんよこれ。頭悪そうな人がカメラ回して2人ぶっ込むっていう。いや、そう思うとね、このカメラがすごいなってことになるんで、高性能です。いや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 、まあね、変なことでまとめることになっちゃいましたけども、まあ誰が一番賢く見えるか、皆さんツイッターの方でまたそうですね、書き込んでいただいて。ここ出てるんですね。ビジュアルカラーと来ております。とこさんタクシーさん大好きですとか書かれてますね。大好きです。はい、ということで、明日もステージ見に来て、ブースに足を運んでいただいて、大逆転裁判の世界を体感していただきたいなと思っております。なお、明日のカプコン TV の大逆転裁判のコーナーでは、皆さんからいただいた質問の中からグッドクエスチョン賞を選んでいただきたいと思っております。グッドクエスチョン賞。グッドクエスチョン賞です。グッドクエスチョン賞。言いにくい？めっちゃ言いにくい。ほんま。じゃあ名前変えもう。あ、なんか変えよう。うん。頼むよ。会長。はい。はい。そんな感じでいきます。はい。任天堂 3DS 用ソフト大逆転裁判なるほど龍之介の冒険の小島プロデューサー、匠ディレクターでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じでやっております。また明日もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあもう大丈夫ですよ。もうええよ。帰りもう。はーい。また来るからって。